皆さんこんにちは。そして北陸で初めてのバーチャルリアリティ専門のゲームセンターアルファ VR へようこそ。 VR って何だろうと疑問に思われるかもしれません。 VR はバーチャルリアリティの逆なんです。360度全方向を取り囲む仮想世界にあなたを完全に引き込ませます。私たちは HTC VIVE という機器を扱っております。 HTC VIVE はバーチャルリアリティ用のハイエンドなヘッドセットです。あなたの視界も実際のプレイもまさに未来。ヘッドセット内のセンサーを使い、その場を 3D の環境に作り変えます。手のコントローラーであなたの動きを感知し、その動きがそのままゲーム内で再現されるということです。ここ α VR では3名までが一緒にご利用いただけるブースを3つご用意しております。他の方がプレイされている間はご自分の順番まで椅子にかけてお待ちください。お待ちいただく間にも楽しい時間が過ごせます。プレイヤーの見ている映像と同じものがブースの大きなスクリーンで視聴することができるのです。プレイの様子を写真やビデオでご自由にお撮りいただくことができます。ご来店時にまず使用時の注意事項の確認など簡単な手続きを行います。その後スタッフがご利用できるブースにご案内しセッティングをさせていただきます。次に初めにプレイしたいゲームをお選びください。どなたにでもお楽しみいただける様々な種類のゲームをご用意しています。ゲームを始めるときにはスタッフがヘッドセットとヘッドホンの装着をさせていただきます。その後、コントローラーをお渡しいたします。ちょっとした休憩にはいろいろなスナックやドリンクも販売しておりますのでぜひご利用ください。終了時間になりましたらスタッフが声をおかけいたしますので、その後コントローラーは床に置き、ヘッドホンを手にかけてヘッドセットを外してください。そして全ての機器を床に置いてください。VR をつけた瞬間にもう一つの世界が広がっていました。私の大好きなゲームはゾンビゲーム。全体その場にいるような感じ、後ろもその見えて面白かったです。街の中にこう入り込んで、城の中に入り込んでこう矢を打って遊ぶゲームなんです。 Yeah, I really enjoyed it. Like the fact that it's completely different than your normal console gaming. Just being able to see 360 degrees is completely different and revolutionary. And yeah, justThis shop is the first one in Toyama, and so I'm really excited to come again and again. この場所で皆さんが素晴らしい体験をし、またご来店いただけることを願っております。なぜなら私たちは Alpha VR, A New Way to Play。それではお客様のご来店お待ちしております。See you!